やっちゃうよ。内藤です。ということで、今日もやってくれますけど、今日はこれ、まあね、懐かしの、最近全く使ってなかった、使ってはいたけど、あれですね、動画にしてなかったですね、全く。流行りのデッキばっか上げてたんで、久しぶりにこのね、まあ俺といえば、まあ俺といえば三重士みたいなところあるんで、早速、このデッキで5800いくまでやろうかなと思います。まあ動画時間も限りあるんで、沼ったら死亡ですけど、まあ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 、安平。調子良ければ2勝でいけますね。2勝でいってもちゃちゃっと行こうかな、まあまあ下引いたな。これ35ぐらい座れるの負けたら。でもマジか。おいおいマジか。青生地ワンピース知らない人って、なんか昨日ミラティブやっててワンピースのモノマネばっかやってたんですけどめっちゃ下手くそ言われたっすね。ワンピース知らない人っているんですかね。いないと思うんですけど俺。きつくね普通に。おいおいマジか。やべ。エリポン破壊された。終わった。ちょっと待てよ。穴掘りでしょ。穴掘りってことは、穴掘り使ったでしょ、あなた。ザップだったもんな。ってことは、穴掘りだったら大体嫌な目だと思うんだけど、ザップ、どっちかなぁ。よいしょ。ポンキポンポン。ポンキポンポンしていき、何もできない。嫌な目じゃないことを祈る。ここで相手のデッキを探る。さっきんね、やば、全部ヒットしてんじゃん。やばすぎだろこれ。やばくない？やばくない？さすがに全ヒットってやばくない？普通に。やばいやばい。ちょっと待って。今の回ってないはず。よいしょ。ベビドラがいるかな。これ穴掘り向くべ。オッケーオッケーオッケー。ファイブ入ってんのかな。なるほどね。そうくる。そうくるのか。これバルーンねえのか。さては。満を持して参入し。これラスト攻撃ですね。俺。ラスト侍ですね。これ端に寄せるとあの墓石の位置だったら寄らないんで。はい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 。ポイズン。ちょっとまずいかな。いやーマジか。いやこれ穴掘り攻撃に使わないとダメだったな。なんであんなとこに出したんだろう俺。ちょっと調子こいた。さては、普通にポイズン防衛きつかったな。21だったかな。いやどうだろう。いやーラバっぽいか。勝てんこともない。穴掘りがちょっとめんどくさかったし、毎回ポンプ破壊されて。いやただいやー勝てたな。何がいけなかったんだろう。普通にちょっとガゴムレが死亡されすぎたな。あそこやばかったな。全部にヒットしたからな。あんな遅れて出てきて散らばるガゴムレにベビドラの一発で全部ヒットしたからな。本当。ああ。もうですね、これは本当に。全然マッチングしねえ。死ねえけ。あ、来た。トレーナー剣来た。ブレンダー。しかも5794って58リーチじゃん。潰すか。はい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 。はいはいはい。すげえ。どうせ、はい、ローフグ三種ですね、どうせ。ってことはよ。ってことは。来るんじゃないの、どうせ。
どうせこの辺にハンター出してくるんで、先にあっちに向かせたい。ざけんなよ。いた、いた。流れ弾で死んだ。これで三重視で防衛されると思うんで、はい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 。知ってる知ってる、その動き。よいしょ。強くね強くね強くね、裏から行こう、頑張ろう。ふん強くね。ふん待って、強くね。オッケー、これでハンターが出てきて、ファイボーかな。あー、到着と同時にファイボーだ。これドゥーン。まあ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 、まだ参る、まだ参る。俺のポン置きポンポンで、ロイフル出したばっかなんで、今ゴーストも切ったでしょ、何もできない。相手決断しぐらいしかやることないんで、ポン置きポンポンしていきます。どうせ決断しなんで、これ。もう見える俺には。はい。はい。よいしょ。無理だなこれ。ちょ待って、ちょっと待ってくれ。きっつ、ちょっと待って、ファイボー も一生持たれててきついんだけど。オッケーオッケー、そういう痛みね、そういう痛み、そういうことしちゃうのね。はいはいはい、違うから、ファイボーだから、30したから。そう、よし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 、待て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 、こっちどうせ2でセパするから、丸太切ったんで、これでいこう。いけ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 、嘘、ちょっと待って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 、ハンター早い、ハンター早い。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、相性悪くない？これ相性悪くない？普通に530しても何もできないんだけど、何もできない民なんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、ちょっとだけ待ってくれ。ファイボー三重視はさすがにきちいな、きち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 だわ、さすがに。きついですね。ファイボー三重視な、あれ強いよね本当に。もうあれ使おうかな今から、ってなるぐらい、ってなるぐらい強い。三重視どうだろう、最近使ってなかったけど、きついのかな。三重視使いの人でも結構上上がってた気がするんだけどな。あ、スーパールーパンジー、もうなんか強い人ばっかり引くじゃん。この人ね、どっかのプロなんですよ、どっかのプロ、しかもめっちゃ有名。スケラ、なんでここに置け、俺ここに、ここかここに置け、一番ダメここ。ファイボ？なんだろう。ファイボ？ああ、そういう民ね。ああ、そこで穴掘り飛ばしてればこれもう通ってたな。折ってたまで。ホグ？ホグっぽいな。いや、ホグだったら。って言った。そういうこと、すぐそういうことするじゃん。ちょっと待って、きついんだってこれマジで。でもすぐそういうことするじゃん、もうすぐそういうことするじゃん。もうちょっと待って、どうやって勝ったらいいんだろう、どうやって勝ったら、僕これから何をして生きていけばいいんだろう、どうやって勝ったらいいんだろう本当に。ファイボ使って、まあロイジャイ使ったんで何もすることないでしょ。待って、ファルチェ、ファルチェアイスウィズでしょ、ファルチェアイスウィズってことは、いや、いいよ別に。やば、これもうガゴムレ通さないまんじゃん、もう。俺ガゴムレ通しませんよって言ってるようなもんじゃん。ちょっと違うな、それは。
っとけ。どうせトルネあるもん。わかる？わかる俺には。こいあっち向かせる。ちょっと待ってよ。ちょっとだけ待ってよ。本当に。きつい。きついよ。きついきつい。あのね、きついよこれ。わかった。きつい。ちょっと待ってね。どうやったら勝てるか考えてる今。きつ。きつくね。これロイジャー生きて終わりじゃね。分かったことがある。環境じゃねえ。ちょっと気づいた。このデッキ環境じゃねえわ。さては気づいちゃった。ちょっと待って。どうやって勝つこれ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと。いやきつ。やば。お手上げだ。お手上げ。無理無理だ。無理だ。勝てる気がしんかった。やばいな、ファイオさんですし、せめてペッカとか引いていい勝負したかったけど、どう？きつかった。結論、きついので、ちょっと枯渇三重視きついです。ということで、マジかよ、もうマジなえるわ。ラスト一戦行こう。ラスト一戦で勝ったら、なんか俺が強いみたいなとこあるんで、ラスト一戦行って、勝ちましょう。勝って終わろう。ちょっと待って、ちょっとだけ待ってくれ。きついな普通に。どうしたらいいの。いやでもロイジェに関してはきつくね。アイスウィズ、アイスウィズファイボー取るね。アルチェベビドラー、もう何をしにここに来たっていう。なんかそんなもう簡易語彙ばっかり。なんかペッカ来たらどうするんですか持ってとか来そうだけどね。それペッカどうするんですか、それペッカどうするんですかってボットに聞かれそうだけど、ちょっと待ってくれ。いやーマジかきついな普通に。来た。なんかこいつも見たことある。普通にうまいやつだった気がする。初手はいいんだよさっきから。うん、やば。うん、いいですね。メガゴアノホリザップ。ジャイかな。初手ジャイが、ジャイもファイボーもなかったタミかな。違う。何しよう俺。あ、でも待って、これファイボー打てない。危ね。ジャイ出た後だったら死んでましたね。ゴーストってことは、ザップ打っといた方が良かったかな。これ止まんねえ。多分左無視してくると思うんだよな。で後から上からメガゴーだけとかゴーストだけとかで抑えてくるはずなんで、ハンターとか来そうだなこれ。チャップ来そう。来るよな。ちょっと待って、これ守りたかった。まあ、ポイズンだから、大体ポイズンザップなんで、あと2枚切んないと。2枚なんか攻撃つけたらアホリで回るな。やばい。先に攻めたもん勝ちなんで、こんなの。
ッケー。丸太がなさしげなんで、はいはいはい、知ってる知ってる、その動き知ってる。はいはいはい、これ勝ったろ、これ勝ったろ。勝ったくね、普通に。はい、オッケー、もうやらん。危ねえ危ねえ。ということで、こういうのにちゃんと勝たないと上がれない枯渇三重士、キピチ。これやばいでしょマジで。これも三重士、まあこれは勝てなきゃいけなかったな、ちょっと。まあって感じっすね、枯渇三重士は。まあこの俺の腕前を持ってしまえばこんな感じなんで、ちょっときついかなって感じですね。ということで今日はこの辺でお疲れ様でした。